どうも、トモヤンテニスチャンネルのトモヤンです。MJです。今回はヘッド祭りです。ヘッドのラケット祭り。この3本をちょっと使って、ちょっと感想を、レビューをしていきたいと思います。はい、では、ラケットマニア MJ に全部任せようかな。担当です。まずそれで。まあまあまあ、はい、これヘッドラジカ、この前、この前の動画で、紹介させてもらいました。ちょっとこう、グロメットを変えてフルキャップにして、中身をレザーに変えてます。元は、ラジカル MP です。はい、はい、これがガットが？ガット 4G50 ポンドで買ってます。はい、どうぞ。これが、噂の黒いラケットになってます。今流行りの、はい、まあスペックとかちょっと分かんないんですけど、ストリングパターンだけ、1620になってます。面の大きさとかグラムはおそらく面100で 300g いくかいかないかぐらいやと思います。ガットは、付属してたフォークタッチっていうガットを50ポンドですか、はい、で貼ってます。はい、はい、じゃあ僕の私物、はい、これはプレステージミッドですね。名機ですねミッド。ガットはアルパワーで何ポンドですか。これは50です。50ポンドで貼ってます。面、はい、93の重さ320でしたかね。はい、確か、はい、はい、素敵なラケットですね。はい、なんかいい感じのこの、そうですね、はい、バラバラ感がありますね。はい、プレステージプロはちょっとあの現行モデルじゃないんで、一応ミッドを用意しました。はい、はい、そうですね、はい、ちょっとこれも気になる人は山ほどいると思うんで、はい、じゃあ、感想してみたいと思います。はい、はい、
ラケット3本打ち比べていきました。はい、はい、まずじゃあ今流行りのね、はい、黒塗りラケットから、はい、ちょっと感想を言っていきたいと思います、はい、MJ どうでした？そうですね、さっきも言ったんですけど、面が、まあ、100ぐらいで、ボールよく飛ぶんですが、ストリングパターンが16、20になってるんで、飛びすぎるとか、じゃなく、まあ、意外とあの飛ばないっていう感じがしたんですけど、まあ、フレームもちょっと硬くて、意外と飛ばないって感じしたんですが、まあ、面100なんでその分、それをアシストしてくれるスイートスポットがちょっと広くなってるっていう感じがしたんで、まあ、非常に打ちやすかったです。ただちょっとフレームが硬いんで、ガットはちょっと緩めに張ってもらった方が打ちやすいかもしれないです。結構バコバコいけますよね。そうですね、このラケットは、はい、うん、黒塗りラケットは今流行りのものですね。はい、はい、じゃあ次 MG が持ってる、はい、ラジカル MP、はいはい、これは、前の動画でも、紹介させてもらったんですけど、まあ、打感が非常に、まあ、カスタムしてるっていうのもあるんですけど、マイルドになってます。打感が非常にマイルドで、面の安定が、めちゃめちゃ素晴らしいです。で、ラケットの、まあ、重さがあるんで、まあ、ゆっくりラリーとか軽くラリーしてる分には非常に楽に飛んでくれるんですけど、ちょっとこうしっかり振っていく時とか、まあ、振られたボールの時はちょっと重さを感じる感じるんですけど、まあ、基本的には全体的に打ちやすいラケットです。はい、僕も周りあの MP 使ってる人いるんですけど、ラジカル MP、 やっぱりフルグロメット、プロじゃなくて逆にこう MP のフルグロメットしてる方結構多いですね。プロの方がね、もうノーマルで重たくて普通のグロメットなんですけど、はい、あえてのこのカスタムで使う人がいるっていうことはやっぱりこれの良さがあるんだと思うので、はい、やっぱりマイルドっていうのがもうすごい分かりやすいですね、はい、もう本当にこのラケットはマイルドな打感っていうのが分かりやすいかなと思います。はい、はい、じゃあ最後に名機ですね、はいプレステージミッド、はい、はい、予想以上に打ちやすかったです。そうですね、あの面も93でしたっけ。そうです、面ちっちゃいし目も、細かいんで、そうですね、全然飛ばへんやろなとか思ったんですけど、思ってましたよね、はい、まあ、意外と飛ぶ、あとは面ちっちゃいしフレームも細いんで、うん、振り抜きめっちゃ良かったです、うん、意外と打ちやすかったですね。振り抜きやばいですね、はい、これあと何と言ってもかっこいいっていうちょっとこの辺高級感、ね、そうあふれてるんですね、はい、なんか僕これ結構ずっと試合で使ってたんですよ。で一番やっぱ使いやすい、あの打ちやすいのボレーなんですよね。やっぱ93やからスッと出るんですよ、ね、そうですね、わかるんですよ、この素敵な柄というか質というか、はいはい、このガラス的な、はい、そうですね、高級感を出してきますよね、はい、これはミッドにしかないあれですよね、はい、これはだけちょっともっと重いんでレザーにしてないです。こっちの方がいいですよね。そうですね、レザーも試しましたけど、レザーにしてないです。レザーじゃちょっと重すぎるかもしれないですね。そうですね、はい、これは今レザーなんですよね、はい、これはもうフルカスタムですよね、はい、レザーで、はい、これはもうあのその送っていただいたママのスペックなんで、はい、もうもしこれがなんかラケット売りに出されてもこのままですよね。そうですね、ね、これはまあ名機ですね、はい、はい、でもこれ使う人はあんまりいないんじゃないかなとね。ね、面がちっちゃいからね、うん、93って言って、うん、まあ、こん中やったらまあこうなんかよくあ伝わるわってよく見受けられるのはこれからこれちゃうかなと思います、うん、全体的にはバランス的にいいのはこれですよね。そうですよね、うん、なんかどんな方でも使えるようなラケットだと思うので、はい、ちょっとこれからまた、ね、発売されると思うので、はい、すごく注目の黒塗りラケットだと思います、はいはい、よければ皆さんもヘッドのラケット使ってみてください。僕はかなりヘッド推しなんで、ぜひよろしければ使ってみてください。お願いします。